はい、おはようございます。アングリングライター末一です。7時51分、現在ここは、栃木県さくら市になるのかな、北海道ツーリング以来の釣りツーリングです。もうね、ガソリン高くてね、いくら燃費いいって言ってもね、貧乏介護士にはきついですよ。もう今日も1回給油したけどね、リッター180円まったくね、リッター80円台の頃が懐かしいわ。ということで、今日はね、X かのフォロワーさんね、山形在住のノブ、さんにね、まあ実は去年ね誘われてたんだけど都合が合わず、1年越し、山形長江です。で、約束してるのはね、明日なんですけどね、今日は移動日ということでね、まあ途中ね、会津のどこかしらでちょっと釣りしていこうかと思ってます。ああ、でもその前にね、ちょっといつもと違うルートで、昔レジーナの森ってね言われてたところ、スノーピックスとフォックスファイヤーかがコラボしている施設にね、ちょっと寄っていきたいと思います。はい、いよいよ細くなってまいりましたよっと。北海道にはなかったひねくね道です。昔ブルーバード400で走った時はえらい疲れたけどな。峠道ってやっぱ曲がんないバイクで走ると疲れるよね。まあ力はないけど、ボルティちゃん、ブルバード400や XVS950A よりしっかり曲がってくれるから楽しいよ。これを左か、エンゼルフォレスト白川高原か。あ、それだ。はい、エンゼルフォレスト白川高原、すごいいい環境ですね。昔レジーナの森って言ってた頃に何度か来たことあるけど、まあ管理釣り場単体でやってたからね、キャンプ場あったのかな、あの頃、忘れちゃったけど、まあ、寒い時期にしか来たことなかったからな。今これからまあちょっと寒くなるまでの季節、だからキャンプしながら釣りできると楽しそうですね。というところで、会津に向かってね、ちょっと釣りをしようと思います。どの川で釣りしようかな。はい、車止めにねバイクを置いて歩き出しました。11時48分こんな時間から歩いてどこ行くんだよってね、まあ
12時ぐらいまで歩いて晴れそうなとこあったら入ってみます。今日は米沢泊なんでね、まあ3時ぐらいには出発しないとってところですかな。はい、12時6分降りれそうなとこがあったんで降りてきました。ちょっとすぐ下がね滝なんでこの辺はタラッとしてるけど、上行けば背があるかな。とりあえず昼飯、さあ、じゃあ用意できたんで行きましょう。結構足冷たいね、ウェットウェディングだけど。水温いくつあるんだろう。気温は30度超えかな。22度から下らないね。結構高いな、足結構冷たく感じるけど、まあいいでしょう。とりあえずやっていきましょう。ちょっとちっちゃいポイントだけどやってみましょうか。まあいないと思うけどちょっとやってみましょうか。はい、足跡があった。でも地元の人だったら入らないだろう、水温22度でこんな水少ないんだったら。いやー、水ないな。しかしな、困っちゃったな。はい、もう全然水ないしね、やる気なくなっちゃったんで上がってきました。1時58分やぶこぎしてきましたよ。もう泥だらけ。着替えてちょっとゆっくりしてから米沢に向かうとしますか。はい、ただいまの気温34度。川歩きで大汗かいたそのまんまで走ってるけどちょうどいいよ。さあさあさあ、ってと米沢まで1時間17分。あら、釣りをね早めに切り上げたんで余裕があります。ゆっくり行きましょう。あと54分。まあこれから県境は山越えになるのかな。まあ、大した峠道じゃなさそうだけど、121号線これをまっすぐです。トンネルばっかしだね。山越え、県境越え、これが一番長いトンネルかな。トンネルを抜けると山形かな。ていうか寒いと。最高長いトンネルです。あとこれで山形県に入りました。米沢市。さあ、あと28分。なんか途中道の駅あったと思ったけどな。一休みしたいですけど、ふいっと和みのさっと、ゆっくり休憩しましたと。でね、居酒屋も検索してね、良さそうなとこあったんで、とっととホテル行ってシャワー浴びて飲みに行くぞ。
と米沢市街入ったりしたね。上杉神社か。うん、米沢は上杉謙信かのお膝元だけどね。それ以前は、伊達家がね治めてたところでね、まあ豊臣秀吉、徳川家康どっちだっけ、うん、忘れたけどさ、うん、まあ敵対しちゃって、敵対ってわけでもないのかな、うん、領地没収されてね、仙台に追いやられて、でそこに上杉家が入ってきたと。うん、間違ってたらごめんなさい。あさっては観光するかな。上杉神社、おっとっとっと、赤だし、たと神社見えないね。こっちか。うん、もうすぐ到着です。今回、モンドビュー米沢ってとこなんだけど、バイクツーリングとビジネスホテルで検索して出てきたんだよね。屋根付きの駐輪場があるということで、選んだんだけど、ホテルのホームページにはそんなこと全然書いてないんだよね。どうなんでしょうか。ここなんだよな。これなんだよな。この入り口だな。ちょっと駐車場聞いてこよう。ほい。ここが駐車場。バイクはどこ止めるな。はい、モンドビューのシングルですか、セミダブル、まあいいけどね、体大きいからベッド大きいと助かります。うん、電気がね、自動じゃなくてちゃんとスイッチあるのがいいね。あ、じゃあこれから大浴場があるってんでね、行ってきます。